はい、メダ家族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます。今日日本撮りです。なぜ日本撮りなのか、ちょっと時間がないからもうパッパッとねやっちゃおうかなと思って、はい、やっぱやるって決めた時にやんないとできないんですよ、こういうのは。わかります？もうかれこれ今 YouTube6 年ぐらい、6年軽く過ぎてんだよね、もう7年ぐらいになるんですよ。まあ最近メダカを始めた方はね、まあ俺見てなんだこいつみたいなね思うかもしれないですけど、意外と長いんですよ。なのでなんだろう、そのちょっとね、最近始めた方はね、あんまり知らない、俺のことあんま知らないんだよね。昔からメダカやってる、5、6年かな、メダカやってる人っていうのはね、結構ね、知っててね、メダカ屋さんでいても、後ろ姿でね、後ろ姿っていうか、もう喋ってると気づいてしまうんですよね。だからなんかね、いつか、でかいイベントで、こっそりね、行っちゃおうかなってね思ったり、全然呼ばれてないのに行くっていうね、で何人ぐらい気づくんかなっていうね、そういうのもねやってみたいんだけど、一応主催者の方にはね、撮影していいですかっていう許可をね得てからちょっと、こっそりやりたいなというのもねあります。面白いですよね、そういうのもね。旅行がてらにどっか県外でやっちゃおうかなって企んでるんですよ。本当はね呼ばれたいんですけど、司会とかで、でもねめちゃくちゃになっちゃうんで、俺が司会やっちゃうとやっぱね、それちょっと適任じゃないなっていうのもあるし、だからまあ撮影でふざけてみたいなね、そういう何だろう楽しんじゃう。最近エンジョイ系多いでしょね、メダカ系のね、メダカ系エンジョイ系、エンジョイ勢か。最近カッキーちゃんどうしてんのかな、見てないんだよね俺もね。でも見てくれてんのかな、どうなのかな。なんかちょっと前にコメントねくれててすごい嬉しかったけど、また見たいなと思います。行ってみたいな、コメントしに行っちゃおうかな、カッキーちゃんのところにね。 GT ね、すごいグレートティーチャーだったっけまあ6年過ぎましたか、軽く過ぎてんな、もう7年になるんかな、もうちょっとでね。まあどこまで続くか分かんないですけど、10年やってんのかなって、なんか最近分かんないですけどね、思います。はい、じゃあまあ今日はどんなネタかというと、メダカのね、これも定期的にやっぱりね伝えていきたいっていうことで、すごい痒いんだよね今日ね、これね、わかる、挑発すごい痒いんだよね、ビニールみたいなビニール地毛なんだけどね。メダカってねものすごいこう進化して、で最新のメダカがねどん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 出てくるでしょ、これどう思います、いいことでしょ。はい、俺もいいことだと思う。でもいいことなんだけど、これね、その前段階のこうねメダカいるじゃない、でそのメダカたちがちょっとね忘れ去られていってるんじゃないかなっていうふうにね思うんで、今最新の派手なメダカを、欲しいのは分かりますけどね、これはちょっとね一昔前のメダカもね究極なメダカを作ってほしいんですよ。その種類のなんか5、600種類いるって言われてるじゃないですかメダカって、そこをねどれか1種類なんでもいいじゃない、じゃあまあマリアージュでいいじゃん、まあまあこれそんなに古くないね、マリアージュね、マリアージュのとんでもない、とてつもないね、キッシングじゃないよ、普通のマリアージュのとてつもないものすごい完璧なメダカをね一回作ってみてよ。で、どれぐらいすごいんかと。どれぐらいすごいのかってね、やっぱちょっとね、自分の力量みたいなものをね、
かかるわけよ。それはわかんないでしょ。わかんないから、それはやっぱちゃんとした審査員の方にね、見てもらってね、で審査してもらう。それはね、メダカ協会のね、品評会があるんで。それはもう今ね、個人も出れるんで、個人で参加してみてください。俺もね、どっかで、行っちゃおうかなと、参加しちゃおうかなと思ってます。もうメダカ協会から自分は離れたんですけどね、別に喧嘩もしてないし、別に、いつでもね、戻ってやろうか、みたいなね、感じもね、見せつつ、はい。まだ戻らないんだけど、いつか戻るかもしれない。なのでね、やべ、ちょっと今風で、えらいことになった。だから、自分の力量、それは、古いとか、新しいとかっていうメダカ関係ないんですよ。品評会っていうのは。そのメダカが、その種類のそのメダカがどれぐらい極められているかっていう一匹をね作るんですよ。やっちゃってよ。ただね、これ自己満だとかいろいろね、まあ自分もね自己満だと思ってやってたから別にいいんだけど、自己満でしょって言われる。よくこれは言われる。はい、自己満ですっていう風にね答えるんだけど、全然いいと思うよ。自己満でいいと思う。だけど取れないよ。なかなか、まあ、まぐれで取るかもしれんけど、俺まぐれだと思うね。一回で取ったらまぐれだよ、それは。っていうのが、これポイントが結構あって、その審査員の見てるところっていうのをしっかりと把握してないと、他の品評会的なやつでね上位に入ってもね、それがメダカ協会の品評会で通用するかって言ったら、それちょっと違うんだよね。だから、まあ、この間もね、そういう話があったんで、今話すんだけど、他でね、上位に食い込んだと。で、こっち行くわな。こっちでもやったろう、みたいなね。取れないんだよね。簡単に。それちょっとね、ずれてんだよね。で、どっちがいいかって言われたら、そのどっちもいいんだけど、品評会的な、そのね、日本メダカ協会的なやつで取れても、こっちでは取れないっていう場合もあるし、だから、なんだろう。ボクシングが強いけど、柔道は弱いみたいなね。でも柔道とボクシングどっちも強い。あ、二刀流だ。それと一緒。どっちもね、高レベルのとこで取るっていうのが難しいと思う。だから、自分は結構やっぱり、メダカ協会でこうね、育ってきてたから、そのメダカ協会的な見方で言っちゃうんだよね。そうするとね、インスタとかでぶっちゃけ言うけど、インスタとかで皆さんがね、載せるじゃないですか。綺麗ですよ。綺麗だけど、それ品評会だったらどうなってるかなっていうのをね、やっぱ感じちゃうんだよね。そこでね、みたいなね。でもみんな結構あれでしょ。まあ見た時派手だったら大体綺麗ですねって言うでしょ。まあコンテストになるとちょっとそこは違ってくるよっていうね、そういう話です。ただね、そういう品評会的な、このね、品評会的な、その品評会で上位に食い込んでくるようなメダカっていうのが、俺的には種親に適してんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。だから派手で色は良くても体型が悪かったら、親には俺は使いたくないよっていう、そういうことなんですよ。はい、わかりましたか。自分に言い聞かせてます。だからあんまりね、その選別をやり始めて本気でやると残らないんですよね。種親でしようって思った時に、やっぱり100匹取って1匹残るか残らんかっていう風な、そんな感じです。でもそういうメダカでも、
その品評会に出しても上位に食い込むかって言われたらそれ食い込まないですよね。まだレベルが高い、うん、体型とか体格とか体色とかその、うん、まあレア度もあるんだけど、そのちょっとまた上にね行くやつじゃないと、その種親のさらに上じゃないと、個人が使う種親のねレベルの上なんですよね。そこがねなかなか参加してみたら分かると思います。そう簡単に連覇とかはなかなかできないと思います。はい、この辺でドロンします。メダカ族ドエスタピアヨン。